稲富隆二家は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、宝術家。稲富隆宝術の改祖。後年、入道して一無理祭と合意したので、稲富はじめ夢の名でも知られる。聖は、稲留と読む場合は、稲留の字が当てられることもある。単語国田辺の人。署名は、自家家で、後に幸直と改める。稲富隆宝術秘伝書祖父。 稲富正史道記は、徒党して、鉄砲の秘術を習得して記帳した、佐々木昌不二郎を招いて、砲術を研究して、奥義を取得した人物で、それを、この名を日で、孫の名を家に伝えた。有児家はさらに工夫と鍛錬を重ねて、十の名人となると、数十巻の砲術書を表し、祖父が原型を作った技術を、稲富流砲術として唱えた。 天正三年、越前一向一期を鎮定した直後、織田信長は、重臣、明智光秀に、一旦、単語信仰を命じたが、丹波守後、一式義道が一向一期の鎮定に協力していたことを知ると一転して、所領を安堵した。義道はしばらく信長に追従して、進化となっていたが、何らかの理由で決裂したため、天正6年、1578年冬頃、 信長の命を受けた長岡藤高、忠沖親子が丹後に進行。吉道は一旦これを撃退したが、光秀の援軍を受けた藤高の攻撃と味方の裏切りにあって、翌年1月に巨城を張った城から敗走した。追い詰められた吉道は、最後は家臣、沼高下湯に裏切られて自害した。しかし、藤高の丹後平定は難航し、 黒人層の抵抗は続いた。稲富氏は代々丹後一式家の家臣であって、丹後弓、貴城を巨城としていたが、新たに家督を継いだ、満神は弓、貴城を譲り受けて、ここに残党を救合した。7月、弓貴城の行為が長引くと、光秀は一計を案じ、自ら仲介役となって和議を申し出て、満神と藤鷹の娘との政略結婚を実現させた。 丹波国を半分に分割統治することになる。満身は弓木城二万国と二軍を治めて藤鷹の寄りとなり、これでしばらくは平和であったが、天正十年に本老寺の変が起こると藤鷹は宮津城に満身を呼び寄せて突如、暴殺してしまう。吉原城主だった王子、一式の力与が弓木城に入って家徳を継ぐが、弓木城は包囲され、 最後は一式勢による敵陣切り込みが観行され、下宮津の海岸でことごとく打ち死にするという壮絶な結末を迎えて一式家は滅亡する。幸直がどの時点で城を去ったのかわからないが、橋場秀吉の仲介で九州を滅ぼした忠興に仕え、師範となった。慶長2年、慶長の役では細川隊の一員として都会し、 うるさに大和城にこもって活躍。慶長5年7月、関ヶ原の戦いが勃発した時、大阪と松りの細川屋敷にいて、忠沖の妻である細川ガラシャ夫人の敬語役の一人だった。石田三成が500名を送って、屋敷を包囲し、ガラシャ夫人を人質として、引き渡すように要求すると、留守居役のカラ小笠原昌斎幸直と同役、 ガキタ岩見は、敵が力属で奪おうとするならば、奥方を刺して、我らも自害しようと協議した。ガラシア夫人も同意したため、詳細は、奥方と同質するのは失礼であるとして、自室からなぎなたで、夫人の首を落として解釈した。ガキタは屋敷に火を放ち、詳細と一緒に自害。その解釈をした、田辺六左衛門も火に飛び込んで巡視した。しかし、ユージは、 石田三成勢の家臣に多くの法術の弟子がおり、彼らの説得により屋敷を脱出した。戦後、忠興は、嫡男や中説を尽くした詳細らに対してすら夫人を逃がすことができなかったと憤慨したと言われるだけに、一人屋敷を脱出した有事家に対して激怒した。ところが、天下人である徳川家康が稲富流法術の腕と知識が耐えるのを惜しみ、 忠興をなだめて、有事家を側近にはべらせて、鉄砲の話を聞くなどして、除名された。幕府の鉄砲方として、国友丹屋の組織化にも尽力。その後は、松平忠義や徳川義直に仕えた。幸直から、鉄砲の指南、奥義を受けた者には、家康、秀忠、忠義、伊達政宗、浅野義ながら大名、兵学者、岡本半助などがいる。 慶長16年に死去。弟、直重のの障正直が、旗本として徳川秀忠に仕えた。ありがとうございます。